前大統領と判事が法廷で言い争いましたアメリカのトランプ前大統領は6日一族が経営する企業の資産価値を偽り不正な利益を得たとしてニューヨーク州の当局に提訴された民事裁判に出廷しました現地メディアによりますとトランプ氏は不正を否定し裁判が侮辱的だとして延々と不満を述べ判事を批判しました さらに質問に答えなければ証言を打ち切ると警告した判事と言い争いになり大統領経験者が法廷で言い争う極めて異例の展開となりました。